おはようございます。動画活動お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、ちょっとお悩みというかご相談いただきましたけども、実は今ね、私洗濯が終わって朝食をとって、で一通り家の中掃除してここに着いてるんですよ。時間にして5時40分ですね。まあ、大体この時間になると私の場合は家事が終わっていて、食事の用もできていて、一日が全て何もない状態でスタートできるんですよね。だから起きる時間が大体2時とか3時とかになります。まるで修行僧みたいですけども、まあ隠居暮らしですからね。世の中が寝てる間に起きて、そして世の中が起きてる間に起きてるいつも起きてるみたいな感じでございますけども、まあ、その中でね、動画活動っていうのをしていて、私はこういうふうな金銭的な自由とか時間的な自由を手にしてるわけなんですけども、じゃあ反面ね、いいことばっかりでここまで来たのかっていうとそうではないんですよ。で今回もご相談いただいたように、なんか自分の存在が知られれば、まあいいこともあるんですけどもね、もしかしたら悪いこともあるかもしれません。で心痛めたりとかね、なんか活動が弱まったりすると思うんですよ。どうかね、無理せずに辞めたいということでしたら、誰かに強制されてするものではないですから、で誰かに頼まれてやるものでもないですしね、あくまでも自分がやることが負担になるのか喜びになるのか、まあこの行ったり来たりだと思うんですよ。まあ、いろいろと嫌がらせがあると辛いですよね。その気持ちよくわかります。本当に私ももうこのね活動ね何年もしていて、それこそ8年やってますんでね、それはやっぱりこう落ち込むこともまあ私の場合はないですけどね、全ての反応が、正直な自分の姿なんだろうなと思って受け止めるだけでございますけども、ただ時にね、やっぱり人によってはものすごくせっかく善意を向けた活動がそう取られなかったりとかね、一部ちょっとおかしい人に攻撃されたりとかして、歩みが止まると思うんですよ。そのお気持ちがね今感じられてるところだと思います。もう私から言えることっていうのは、自分の人生を生きていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。誰にどう思われていても、誰にどう言われていても、人に迷惑をかけていない限り、人の尊厳を傷つけていない限りは、いろんな意見があるなってことなんですよ。そして活動を増やせば増やすほど、最初は敵だった人は2つの方向に変わってきます。1つはですね、いなくなるんですよ。もうこいつをいくらやっつけても、こいつにいつらいくらね意地悪をしても、もういつまでたっても動画作ってくる、ダメだなこれはと、足引っ張りようがないな、もうやめた、他の人の気の弱い人のところをいじめに行こうっていうふうに去っていくんですよ。もう1つは敵だったはずの人が味方になってくるんですよね。ちょっとね、具体的には言えませんけども、最初私にものすごくね攻撃的だった人が私の塾生になり、私のファンになって熱狂的に支持してくださる、そういう方もね何人もいらっしゃるんですよ。不思議ですよね。でここにね、ちょっと今回、一つのメッセージとしてトランプの法則っていうのをお話ししようと思うんですよ。トランプの法則って何かっていうと、トランプって52枚全部でカードあるんですよね。52枚を倍すると104、要するにパーセンテージ 100% にちょっと近いんですよ。でそこでこういうふうに私は考えています。トランプにはいろんなカードがありますけども、だいたいね2から10までってこういった数字のカードってあるじゃないですか。それから F だって言って絵が書いてあるのが11、12、13ですよね。ジャック、クイーン、キングってありますけども、でそうするとね全体的なパーセンテージが測れるんですよ。そうですね、大部分は2から10までのどっちでもない無関心層です。これは自分の味方につくのか敵につくのかよくわからないんですよ。どっちに行くのかわかんないと、まあ言ってみれば自分に対して無関心な人、これが大体全体のね60% を占めてるんじゃないかなと言われてます。で 30% ぐらいが敵なんですよ。これが絵札です。絵札、ジャック、クイーン、キング、絵札は敵なんですよね。自分がどう頑張ってもこの人たちは味方に変わることはありません。ですのでこの人たちがいないところで活動していくっていう選択になります。でもっと厄介なのがエースなんですよ。エースね、エースはどんな厄介かっていうと、ずっと自分の周りにいるんですよ。でも厄介じゃないんです、ありがたい存在なんですよ。というのがエースっていうのは最強の友なんですよね。どんなことがあっても自分のことを守ってくれる、そういう人が全体の 10% ぐらいいるっていうことなんですよ。この割合ちょっといいですか。だいたい6割ぐらいが無関心層、3割ぐらいが絶対に自分に敵対してくる人、1割ぐらいが絶対に自分に
味方になってくる人、こういう割合でトランプってできてるっていうふうにちょっと考えてもらいたいんですよ。そしてちょっと今ね、あのカードのこと出してませんよね。ジョーカーです。ジョーカーっていう例外的なカードがトランプには1枚から2枚含まれてますよね。で、人生にはおそらくこういったジョーカーみたいな人が1枚から2枚いると思うんですよ。このジョーカーっていうのはね、普段自分にものすごく敵対してきます。それこそ絵札、ジャック、クイーン、キング以上の強力なパワーを持って自分を脅かしてくるんですよね。でもちょっとしたきっかけでこれがね、くるっとね、裏返しになるんですよ、ジョーカーっていうのは。裏返しになったら、大富豪っていうゲームの例ではないですけども、全部の常識が変わってくるんですよ。そして今まで絶対に自分に味方して離れないと思っていたエース、このエースよりも強い存在となって自分の味方になってくれるんですよね。これがジョーカーなんですよ。で、以上ね、トランプの法則っていうのが私ね、人生において結構当てはまる時があるなと思ってるんですよ。で、このね、ジョーカーとエースと絵札っていうのはすごく見分けにくいんですよね、ジョーカーっていうのは絵札の中に混じってるかもしれない。そしてエースの中にすでに元ジョーカーだった人がくるっと裏返ってエースのふりして混じってるのかもしれないなと思うんですよね。まあ、いろいろとね、今日もお話ししちゃいましたけども、なんか自分のやってることには必ず他者の反応があるんですよね。その他者の反応が自分にとっていいものであったり悪いものであったりする。でもずっと続けていくと、いいものだけが残っていって悪いものは自然に消えていくか、もしくはね、くるっと裏返って自分の味方になるっていうことだと思うんですよ。ただやっぱりスタートしてすぐの時にいろんな向かい風があったらきついですよね、例えばですね、子供が お父さんとかお母さんに新しいことをやりたいって言って、お前には無理っていうふうに言われたところからそれが始まってるんですよね。おお、頑張れ、励ましてやるぞみたいなのはなかなかなくって、ちょっとこういうことしたいんだけどって言ったら、お前にできるのか、大丈夫かっていうふうに老媒心とか心配心からね、否定されることが多いと思うんですけども、それのちょっときついバージョンが社会に出たらあるんですよね、お前が言うなとかね、偉そうにすんなとかね、来ますよね、だそれも言ってみればアクセスが取れたからこそ起きてることだなと私は捉えてます。はい、ということで無駄なことを話したような気がしますけども、なんかの役に立てば幸いでございます。でももしね、本当に動画の活動ね、厳しかったらやめたらいいと思うんですよ。これね、本当にね、誰にでもありますんで、これがない人はほとんどいないです。私のところにももちろんありました。私はね、その痛みを感じないだけでねありますんでね、だから何気なく何事もなかったように放送を続けてる人も、それだけ悲しみや苦しみを乗り越えてきてることだと思いますね、ということで本日も早朝からご覧いただきましてありがとうございました。8分ほど喋っちゃいましたね、すいません、失礼します。これからもよろしくお願いします。